皆さんこんにちは。奈良高校を3月卒業して、今年の9月から MIT に入る前田君です。僕が奈良海外受験を目指したかについて話していただくんですけれども、頭の中に初めに海外の大学っていう視点を持ったのは、中2の秋か冬の時に、生物の先生がすごいいっぱい話をすごいいっぱいして、生徒を刺激しようという先生で、その先生が一人ずっとお話をした先輩がいたんですけれども、その先輩が僕が中2の時の冬ぐらいに、ハーバードを受けてイェールに入ったっていうのを聞いて、僕はその時は奈良は結構下の方で入って、右に入って、で、まあ、平均をとって東大に行ければ右かなぐらいしか考えなかったので、その先輩に対して少しの憧れとすごい悔しさを持って、その自分が平均をとって東大に行こうみたいなことを考えていた時に、全く違う世界で活躍する先輩がいるんだなっていうのにすごい悔しさを覚えました。で、それからちょっとの間は海外の大学に行こうって言って勉強し始めたんですけれども、やっぱり何をしていいか分からないっていうのもありますし、受験の時期が遠いっていうのもありましたから、僕は自分を例えば帰国子女じゃないからだとか、海外の大学院からでいいとか言って、その自分で言い訳を作って諦めたんですよね。で、まあそこからずっと東大に行けたらいいかなっていうふうに思ってたんですけれども、再びもう一回海外に受験をしようって思うようになって、その理由として僕は国際生物学オリンピックに日本代表としていたんですけれども、その時にいろんな世界の優秀な生徒たちと、話して、この生徒たちと再び一緒に会って勉強するのはどこになるだろうかと考えた時に、それは日本ではね、アメリカのトップスクールでしかないなっていうことを思ったので、そこで少し変えたくないなっていう気持ちが再び芽生えたので、で、本当に海外だけに行くぞという決心をしたのは、実は高3の春、4月の末で、その時に、たまたまハーバードに行った一個目の先輩が奈良にいらっしゃって、今からなら奈良できるよって、もう今までその前までは1回しか話してなかったんですけれども、ちょっとそれを言われて若干乗せられた感じがあるんですけれども、僕はその時期ではもう東大は受かるだろうと思ったので、で、そのチャンスを逃すと、もう海外には行くチャンスがないだろうと思ったので、はい、やりますと、もうその場で続投して、その日にもう親も説得して、海外への受験をすることになりました。でも、すごいそこからは大変で、例えば、先生のサブジェクトテストは、1週間で勉強して終わらせないといけなかったり、クリティカル、プレゼンタクリティカルリーディングっていうのが、理想では800分の700欲しいって言われてるんですけれども、僕は6月の段階で510点しか取れなかったんですよ。やっぱ510点も全くの勉強なしになって1ヶ月ぐらいちゃんと勉強するみたいな510点だったので、そこですごいこれはまずいなと思って、でもそこからすごいエンジンかけて覚悟を決めてやると、最終的には680ぐらい取れたので、まあ、なんとかなったなるほどなと思いました。で、僕が、なぜ海外の大学で MIT に進むかっていうのは、僕9月にキャンバス宿に行ったんですよ。で、キャンバス宿に行くときに皆さん夏休みを使おうと思うんですけれども、夏休みに行くと生徒会にやってこうライブの大学生活が見ないので、9月とかゴールデンウィークはすごい休み、向こうがこうやってゴールデンウィークに行くのがいいと思います。で、僕は9月の授業をちょっとサボって行って、まず1日目にハーバードに行って、僕はすごい理系の診断を考えていて、ハーバードに行った時に、僕が見た視点が限られているんですけれども、話した人もそこまで面白くなかったし、行った授業もそこまで面白くなかったし、学食はそんなに美味しくなかったしっていうので、こうハーバードが思ったよりも面白くないなって僕の意見なんですけれども、僕はそう感じました。で、次の日に MIT に行って、こういろんな人と話して、すごい MIT は一人一人が自分のパッションを持っている分野について語って、そういう人たちと4年間一緒に過ごせたらすごいいいだろうなって思って、でも僕はキャンパスに行く前はやっぱりグラウンドにやれてしまって、ハーバードって思ったんですけれども、その実際行ってみると、これは MIT の方が明らかに面白いなって僕は感じたんですよね。で、まあそこでイェールも行って、イェールのキャンパスもすごい綺麗で、イェールもいいかなって思ってたんですけれども、アカデミーの面では本当
に MIT がすごいなっていうのは僕個人としては感じました。人によっては多分違うと思うんですけれども、で、僕が今日皆さんに伝えたいのが、自分のしたいことに対して素直に行動するということです。その自分が海外受験に限らず自分が憧れたこととか好きなこととかっていうのに本気で取り組めるようになるとすごい自分も面白いですし、それによっていろんな可能性が開かれると思うんですよ。で、僕もそんなに海外って言われてきたわけじゃなくて、課外活動とかも本当に自分が面白いものを自分が面白いと感じるものをしてちゃんとそれに対して努力してちゃんとやっていって、今ここに気がついたら大学に向かってここに立ってるって状態なんで、ぜひ皆さんは自分のしたい役割に対して素直に行動してください。で、理由は後からついてくるって書いてるんですけれども、最初は理由が分からなくても憧れを持った時点である程度理由も少し感じていて、それをやるべき事情が見えてくるので、まずリスクとかを考える前にイエスと言って動いてみてください。今日海外というところここで憧れを感じた人とかでも、こうとりあえずイエスって言って、動いてみてください。で、これ今日、僕の恩師の言葉なんですで締めたいんですけれども、今日帰るのに何をするのか、これによってこの後の皆さんの可能性がだいぶと変わると思うので、この言葉を心に刻んで今日帰ってください。ありがとうございました。